たぬき工事にほど近い場所で新しい複合ビル札幌22スクエアが開業し、道内有数の規模となる100円ショップがオープンしました。札幌22スクエアは札幌市中央区南2条西2丁目にあった旧戸ヶ谷ビルの跡地に建設された地下2階地上13階建ての複合ビルです。地下1階から地上2階にはもともとこの場所にあった100円ショップダイソーが装いも新たにオープンし、商品数は道内有数の規模となります。このビルは今後西2丁目通りの地下駐輪場にも直結する予定です。